はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレス。ファイアープロレスリングワールド、ライブ配信始めていこうと思います。国際プロレスですね。1981年ニューイヤーシリーズ。第4回目となります。今回は1981年1月19日、岡山県笠岡市大会からのスタートです。ミスター・チン対ベン・アレキサンダーの試合ですね。さあ、チンは、これ外敵勢になるんだ。いつも通り、ツイッチで配信を行っています。ぜひ、ツイッチのアカウントフォロー。チャットお願いいたします。マイツイッチ、アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画は YouTube にアーカイブを2日後、11日にプレミア公開予定です。ぜひそちらもご覧ください。YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。ディスライブアーカイブアップロードマイ YouTube チャンネル、トゥデイズアフター。マイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド、アンドグッドボタン、プリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。ぜひアクセスお願いします。そして、X のアカウント、フォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX マイアカウントビジットアンドアカウントフォロープリーズ。X リポストアンドグッドボタンプリーズ。ではやっていきましょう。ミスター・チン対ベン・アレキサンダーのシングルマッチです。スピードが。さあ、ミスター・チン、黒いタイツ。ベアレキサンダーは青と星条旗のタイツですね。唾液パンチ合戦です。カバーに行きます。サイドバスター、サイドバスターですね。場外戦だが持ってきます。サイドバスター、ですね。DDT カバーに行きます。カウントワン、ヘッドロック、フライングメイヤーから足蹴り、逆にフライングメイヤーを
やり返す。ロブに打って巻き投げ一線。おっとオクラホマスタンピード。パワーサポーで押します。ベアアレキサンダーロープに上がれません。ブレーバスターは決まらず逆に返す。ミスターチン、ミスターチン動きが早いな。結構強い選手かも。おっとまただ。キャメルクラッチに行こう。レフェリーは阿部志郎。ブレーンバスター。ここはベアアレキサンダーリバースへ返す。岡山県笠岡市。もう隣は福山市っていう感じの場所ですね。岡山の西の端にあります。工業地帯。 DDT。 ブレーンバスター出する。ラリアット、パワーボブ投げっぱなし。 2.9。 さあロープに振って、さあこのシーツではミスターチンの反則負けとなっておりますが、アレキサンダーの勝利ですね。まあミスターチンの反則負けでしょうね。カバーに行く。カウント2。バックドロップ。カバーに行きます。2.9。さあロープに振って。さあコーナーポストからバックエルボー。逆にヘッドロック。ミスターチン締め上げる。バックエルボーです。ミスターチン、オクラホマスタンピード、カバーに行きます。カウント2。すぐにミスターチン反応、動きがいいですねミスターチン。だがアレキサンダーキチシンク、あとバックエルボーは不発。しかしロープに上がれないベアアレキサンダー。そしてミスターチンバックドロップ、カバーに行きます。 2.9。 さあ連続エルボー、ミスターチンまたもコーナーポストへ。ゆっくりここは行きますがミスターチンキック、今度はエルボーで、いやこけます。もったいない。ベンアレキサンダー、さあ巻き投げからミスターチンロープに走ってドロップキー。再度巻き投げん、ああそうだ、15分の勝負なんだこれ。ということで、時間切れ引き分けとなりました。さあ次の試合です。
次の試合は米村天心、米村勤む天心対、正体ロベルトソトのジンインベーダーです。ジンインベーダー2号、レフェリーは八木隆之。20分かな、行ってみましょう。米村勤む天心対、インベーダー2号でありますロベルタ、ソトです。まずは力比べから。さあ、ニューイヤーシリーズも第4回目となります。この後はですね、大阪の大阪府立体育会館の、ビッグマッチ、IWA タッグ選手権試合が行われます。アニマル浜内マイティの上にはマイクジョージボブスイーターが挑戦いたします。このボブスイーターのマイティの上とシングルマッチが次の試合控えております。でなおこの米村とジ・インベーダーはジ・インベーダーが勝利しております。カバーに行きます。米村ダブルアームスープレックス、はい、リバースへ返す。さあ場外戦です。椅子を取り出す。さあ場外でグランドヘッドロック持ってきます。おっとパンチ、おっとダブルをドロップキック。ブレーンバスター、おお、ドロップキックの打ち合いになりますね。天心とジーインベーダー。さあ今度はジインベーダーブレーンバスターで米村場外へ。場外戦が多いです。サイドバスター、おっと数落としだ。逆さ押さえ込みだ。これは場外です。さあまたリング内戻ってきます。ドブキックは不発。インベーダーブレーンバスター決まりました。エルボーから一進一退の攻防。バックドロップ、ジンベーダー大技炸裂、ボディスラム。さあここで米村、おっと不発。ジンベーダーのペースで進んでおります。キックで崩れ落ちる米村。そしてあとダイビングボディアタックだ。 2.9。 そしてショーダースルー。米村反撃ドープキックです。サイドスープレックス。米村グランドヘッドロック逆襲です。ブレーンバスターコーナーポストからダイビングにアタック、カバーに行きます。カウント2ジンベーダー、おっとジャンピングパイルドライバーだ。カバーだ。
カウント2、巻き投げからもう一回巻き投げ、コーナーポストに上がってダイビングに確実にダメージ与えていってカバーです。カウント2、米村もタフ、米村おっと隙をついてブレーンバスター、ジーンベイダーたまらず場外へ。ドッグキック。さあロープに打ってキッチンシンク。エルボー。蹴りで崩れ落ちる米村。ブレーンバスター。さあ20分の一本勝負です。おっとベハック。さあ耐えられるかジーンベイダー。ドープキックだがこれは読んでいたジーインベーダー、ドープキック今度は決まりました。そしてまたロープに振ってエルボーです。ジーインベーダー場外へ、これ飛びますね。プランチャー空中殺法が炸裂。さあだが米村天心ダブルアームスープレックス場外、マットしかない、持ってきます。そしてエルボーです。まもなく15分、サイドバスター米村、おっと米村ブレーンバスターへ返す、サイドバスターです。3位にブレンバスター米村高生だがジーンベーダーが返しのブレンバスター、そしてまたプランチャーだがこれは不発、ボディスラムで米村返す。おっとブルドキングヒットロック、ジーンベーダー、さらにバックドロップ、まだ攻撃する、いや2人でもういます。ボディスラム3、時間がなくなってきました。あと3分です。ブレーンバスター、エルボーです。ヘッドマット、おっと連続パンチ、ブルドキングヒットロック、ブレーンバスターです。背落ちる、オープニングってエルボー。さあ残り1分、ロップキック、ハインドメイヤーですがダブルアームスープレックス決まりました。カバーに行かない、おっと場外へ。結局20分で決着つかず、この試合も引き分けとなりました。さあ次がですね、マイティ井上とボブスイーターのシングルマッチ、こちらシーツでは両者リングアウトとなっております。30分一本勝負ですね。
はい、では行きましょう。マイティ井上対ボブスイタンのシングルマッチです。流血があります。さあ、すでに5分を経過している。STF、 すでに井上の額から出血が見られます。再びグランドヘッドロック。おっと、ジャンピングパイルドライバー、カバーに行きます。 2.9 危うし。井上丸め込んだ。カウント1、サイドスープレックス、カバーに行きます。この1で返す。ボブスイータン、まだまだ体力には余裕がある。やはり流血、出血している分井上は苦しいか。フライングメイヤー、おっと、スピンウッドホールド。これ公式戦じゃないですからね。チョップを打つ。そしてボストンクラブ。バックドロップ。コーナーポスト、上がるが下がる。そして井上バックドロップ、大技炸裂。さらにグランドヘッドロック。おっと、ストマックブローです。アウト2。ジャピングファイルドライバーです。カバーに行きます。 2.9 危うし。井上エルボー、なんか井上はネックブリーカードロップで返す。蹴りですね。バックドロップ、
もう一回と思ったら、ブドキングヘッドロックスイーターン、これはうまかった。さあバックリップ井上、そしてアンダガーフライングメイヤーで返すスイーターン。一進一退だが、井上バックドロップサイド決めていく。おっとその場でサマーソルトドロップ 2.9 惜しい。ストアックブロー、さあロープに振ってマンハッタンドロップ、ボブスイーター。さあ、どうだ 2.9 惜しい。スニーカウント丸め込まれた井上、敗れました。さあ、ルーテーズ杯の予選 B ブロックです。アニマル浜口と、津海五郎正規軍対、ヒール日本人の対決となります。シーツでは浜口が、しっかり勝利しております。このルーテーズ杯は20分一本勝負で行われます。いきましょう。ルーテーズ杯予選 B ブロック、アニマル浜口対鶴見五郎の試合ですが、レフェリーがアントニオ猪木になってる。ルーテーズはどこだ、あった、レフェリーはルーテーズにが担当いたします。試合開始、力比べだが、パンチ画面かきむしり、パンチ一発、そして、浜口 STF、 ロープに振ってパンチ、アームブリーカー、パンチを打つ、エルボーです。そして上がらない、リバースへ返す、ヘッドバットですね。おっとこれはドラゴンスリーパーかな。
耐久合戦。おっと、またもドラゴンスイーパー、ロープに打ってパンチ一戦。カバーに行きます。おっと、ネックブリーカードロップ。カバーに行きます。カウント2、2を叩きつける、足踏みホールだ。カウント2で返す。お、オクラホマスターピーじゃない、ブルドッキングヘッドロックですね。さあこれどうする、ドロップキックです。後ろからパンチ、ネックブリーカードロップ、2を叩きつける。おっと、デスバレーボム。そしてあー、ネックブリーカードロップ。さらにバックリープ。カバーに行きます。 2.9 危うし。ブリースアウン、ジャンピングパイルドライバー、ネクリカドープ大技の応酬です。カバーに行きますが 2.9。 あっと、前に倒す。スリーカウント、公式戦は進出とは違って、鶴見が勝ちました。浜口敗れました。顔面砕きファルコンアロー。となっております。さあ本日、この笠岡大会最後のメインイベントとなります。アントニオ猪木に戻してレフェリーを、結構下にあるな。45分。木村寺西組、対
上寺インターン2の事務スターです。では、行きましょう。ラッシャー木村天使サム対マイクジョージ、ジインターン2で、来日したこともあるジムスターのとのタッグマッチです。いきなりコブラツイスト。に行きます。でバスター下ですね。さあ寺石へ。さあマイクジョージタッチ。マイクジョージと寺石。手を攻撃するマイクジョージ。さあコブラツイストです。ここでキムライタッチ、ダブルをドロップキック。おっと三角締めだ。これで痛めついて追いつけておいてキムライ託します。ラリアットは不発、うまくマイクジョージ読んでおりました。おっとここでジムスターが援護だ。こういうこの問題がありますからね。まあ木村冷静に戻ってきました。さマイクジョージ腕を攻めます。ジムスターにタッチ、木村に、木村から手足にタッチ、手足とジムスターです。おっとボス、手足ボストンクラブ。さあ外に投げ捨てるが追いません。ジムスター白いタイツ同士。おっと今度は木村が攻撃していくジムスターを。ジムスター戻ってきましたがマイクジョージたち。おっとすん何が起こったんだ。手足から木村にタッチ、木村とマイクジョージ。ここでダブルのブレインバスター。日本勢連携決まりました。トップキー、テックシザーズ。
おっと、ダブルアームスプレックスは不発。リバースで返し、リバースで返します。お、マイク・ジョージ、カバーに行く。カウント2で返します。ヘッドバットから、手足タッチ。マイク・ジョージを引いて、ジムスターにタッチ。ジムスター、マハッタンドロップを木村に決めます。だが、手足もスタックブロー。カウント1。ドロップに振るが、手足返ってこない。バックの取り合い、あっとワンハンドバックブリーカーだ。さあ手足肩固めを決めます。ナータロック3ですね。ダブルのドープギーク、そして首4の字。お、さすがにマイク・ジョージカットに入ります。お、言い乱れる。マンハッタンドロップ、ジムスターカウント2。さあちょっと木村相手陣地に深く入りすぎてる面はあります。危険です。おっとこれは手足が、さあもう4人入り乱れての戦いだが、マイク・ジョージが、あ、おっとちょっと木村深追いしてるぞ。戻ってこれるのか。あっとこれは頭脳プレイ。木村、ジムスターをリング外に置き去りにしまして、リングアウトで勝利を奪いました。まあ、そして続いてが1月20日、ここで大阪府立体育館の試合です。3500人って書いてますが、本当はどのぐらい入ったんでしょうね。ということで、まあ、ビッグマッチ IWA 世界タッグ選手権試合が控えております。まずは、米村勉天心対ミスターチンの前座試合ですね。15分1本勝負。ちょっとこれは分かりづらい、うん、タイツの色を変えていきましょう。米村勉天心対ミスターチンのシングルマッチです。
クレーンマスター スラムですね。カウント2、そしてバックドロップ、ハーフボストンです。丸め込む 2.9、 上がらない、リバースへ返す、ミスターチンの勝ち。2人すごい似てますね。宗村が戻ってくる、合わせ鏡みたいに見える、外見だけを言えば。タイツを色で区別しております。黒のタイツが米村天心、赤がミスターチン。場外戦になっております。さあ戻ってきたミスターチン、おっとパースラム、奥の パースラムじゃないや、なんだ、アパランシュホールドだ。おっとミスターチンバックドロップ、またアパランシュホールド、ユネムラ2.9。 おっとミスターチン落ちた、ジャーマン投げっぱなし、米村キックで崩れ落ちる。さあここは米村攻め時かと思うが、もう時間がほとんどない。ボディスラム、試合が終わってしまいました。ということで、15分時間切れ引き分けとなります。さ続いてですね、20分一本勝負となります。菅原信義対追山勝蔵の
シングルマッチです。では行きましょう。菅原信義対大山活動のシングルマッチです。なお C1は8分14秒大山のピンホール勝ちとなっております。この辺は先輩の意地ですね。持ってきました。ダブルアーム、いやリバースへ返す大山。高さ抑え込み。ハーフボストンです。さあ、これ場外に大山転落。だが深追いしません。すぐに戻ってきます。おっと菅原、高さ抑え込み 2.9。おっとバックブリーカー、ストマックブローかも。パンチ、今度は大山が逆さ抑え込み、カウント2。おっと菅原が逆さ抑え込み 2.9。 逆さ抑え込み合戦になってますね。そしておっと2クラッシャーです。菅原さあ、そしてこれは決まるのか。あっと2.9、 ネックブリーカードロップ、そしてまた2クラッシャー。膝に狙いを定めたか。カバーに行きます。カウント2、カバーに行きます。 2.9。カバーに行きます。
82.9。 スリーカウント。シーツとは反対に菅原が追い山を破りました。あ、菅原勝利となります。シュミット式バックブリーカーが決まりました。さあ、続いての試合はタッグマッチとなります。マッハ隼人、高杉正彦対、ジムスターベン・アレキサンダーとなります。ジムスターはインターン2号ですね。ということで、行ってみましょう。マッハ隼人高杉正彦対、ジン・インターン、ジムスターベン・アレキサンダーのタッグマッチです。さあ、この後はルーテーズ杯の予選 B ブロック、ツーミゴロー対、ジーベータロベルトソトとの、公式予選が待っております。あとは、
ハートワン。マハッタンドロップから足音の字です。これもいい足音の字ですね。ドラスクだけじゃない、足を痛めるのは。さあ、インアイドルも高さ抑え込みだが、権利があるのは高杉だった。高杉と、ジムスターです。おっと、黒攻撃。あ、これはマッハ早い。アームロックに出るマッハ隼人。さあ、高杉前に倒す。フェイスバスターですね。さあ、マッハとこれでベン・アレキサンダーになりました。この入れ、ラリアット。アレキサンダー相変わらず登ろうとしてこける。ショーラースルーだから。さあ、これでダイビングボディアタック。さあ、これでアレキサンダーは場外へ。ついに高杉はこうします。さあ、これでリング上は2つの戦いが繰り広げられております。おっと、これ戻れるのか。アレキサンダー戻ってきました。ボディスラム、高杉タッチ、ヘッドバット、釣り天井ですね。ジムスターにタッチ、バックドロップ、そして足音の字へ。蹴りで防ぎます。そしてダブルのアタック。高杉痛めつける。3位ジムスターのパンチ。今度は高杉がパンチ。コーナーポストからダイビングアタック。そしてフェイスバスター。3位コーナーに上がってダイビングボディープレイス。ベン・アレキサンダーカット。ボディスラム。さあ、マッハイタッチ。さあ、ベン・アレキサンダーイタッチ。マッハとベン・アレキサンダー。さあ、足音の字だ。マッハを痛めつける。高杉はカット。マッハタンドロップ。おっと、これはバックスリーパーだ。ああ、またこける。高杉にタッチ。20分を経過しました。さあ、アームロック。だが、権利があるのは高杉です。さあ、高杉に託します。ブレーンバスター決まりまして。大丈夫かな？大丈夫ですね。ダイビングボディープレイス。カウント2。
高すぎですね、権利あるのは。さあ、これは2プラトン。お DDT 高すぎ、マハイタッチ。お高すぎのブレーンバスターで自分スター場外へ打っていきます。足4の字をかける。まだし戦います。場外でブレーンバスター持ってきた。マッハとジムスターですね、権利があるのは。ヘッドバット巻き投げ、サイド高すぎタッチ、ダブルをドロップキック、これは鮮やか。再びダブルをドロップキック、2連発。ベン・アレキサンダーにタッチ。お、ここでツームストーン。トラスキーク。カバーに行きます。これは止められるか。2で自力で返しました、高すぎ。パンチです、アレキサンダー。パンチ崩れ落ちる。ジムスタインタッチ。おっと、方向域だ。カットに入りますが、おっと高すぎが出血。ダイビングボディープレスです。これはアレキサンダーがカット。さあ高すぎ出血はスタミナを削っていきます。おエプロンにぶつける。また4人入り乱れて争いになります。マハタンドロップ。さあ2対1みたいな感じになってますね。おっと椅子深追いをしすぎている。あっとなんで椅子を取り出したんだ高すぎ。場外取り残されてしまいました高すぎ。外人勢に敗れました。これはちょっと高すぎの自滅ですね。さあいよいよ次がルーテイズ杯、予選の B ブロックが行われます。鶴見五郎と、ジーン・インベーダーロベルト・ソトの、戦いです。ルーテイズ杯は20分一本勝負で行われます。さあ、ツーミーゴロー対、ジ・インベーダーロベルト・ソトのシングルマッチです。
おっと、バックドア、ロープに走ったが、トップキー、カバーに行きます。トップ攻撃、さらにダイビングエルボーです。ストンピング、パート2、足をホール、パート2です。そしてバックドロップ、 G インベーダー、ね、下級しか、おっと数落とし、再び数落とし、おっとフェイスバスターです。ついにバッジャーマン、いやマレス仕込みのジャーマンが決まりました。だがインベンダーもサイドバスター、技を、お互いの技を出し合います。ルーテーズハイ、おっとレッグロック、エルボーレッグロックで、鶴見がジインベンダーを、ロベルトソトを破りました。シーツと違いますね。シーツはジ・インベーダーが勝っておりますが、シーツと反対の結果になりましたね。
いよいよ本日、この国際プロレスとしては最後、本日の国際プロレスの、試合としては最後ですね。 IWA 世界タッグ選手権となります。まず、タイトルマッチなので、外国勢からいってみましょう。ボブスイーターかな、でアニマル浜口、マイティ井上ということになります。60分かな、一本勝負でこの試合を行われます。タイトルマッチとなります。いやいやいや、間違えた、ノンタイトル。いきましょう。 IWA、ヘビ IWA た世界タッグ選手権試合、チャンピオンアニマル浜口、マイティ井上に挑戦者マイクジョージ、ボブスイータンが、挑みます。まずはチャレンジャー、マイク・ジョージ、ボブ・スイータン組の入場です。そしてチャンピオン、まずは先頭にマイティ・井上、そしてアニマル・浜口と入場してまいります。試合開始、先発は浜口とマイク・ジョージ。
さあ場外戦、14まで、そしてブレーンバスター返す、アニマル浜口、パンチを打ちます、ボスイーター、ボディスラム。さあ浜口か井上タッチ、浜口ヘッドバストから、そしてスピングトーホールド、あとは バックドロップ。ヘッドバットカバーに行きます、ヘッドバット、ジャンピングに、そしてダブルアームスープレックス、カバーに行きます、パート2、
おっと、ショルダーバスター。カバーに権利がない。スイータンです。権利があるのは。井上をスイータン。井上がネックブリカードロップ。ブートキングヘッドロック。さあ、ダブルのブレーンバスター。なにわブラザーズ。マイク・ジョージタッチです。スイタンが痛めつけてから東証アニマル浜口、おっとチンクラッシャーですね。ボディスラム、ケニメンスタックル、ダブルブレーンバスター、ヒットバット、ジャンピングパイルドライバー、ボブスイーター、おっと崩れ落ちる浜口、なんと浜口崩れ落ちるスイーター、おっとこれはコーナーポストへ頭を打ちつける、おっと強襲ネックブリーカードロップ、井上にタッチします。さあスイタンもマイク・ジョージにタッチ、まずはスイタンとマイク・ジョージ、浜口をダブルをブレンバスターだが井上バックドロップ決まりました。さあこんスイタンを、さあ権利はマイク・ジョージにあります。マイク・ジョージとマイティ井上、後ろからダブルチョップ、そしてアトミックドロップでした。バックエルボー一進一退だが井上が敵コーナーに寄ってしまっているのは気がかりです。お、戻していきますね。これはいいですね。さあロープに振って飛んで、もう一回飛んで巻き投げ一戦、浜口タッチ、バックフリップ、カバーに行きます。カウント2、ドブキック、
投げて落とす。浜口を場外に。さあこれで4人が入り乱れます。さあ浜口冷静に戻ってほしい。リング内決着をつけてほしい。浜口戻ってきました。ん？浜口とスイタンです。そして浜口バックドロップをスイタン読んでおました。マイクジョージたち、スイタン倒して、マイクジョージはどうする。おっとまたスイタンが。さあ浜口は井上たちです。おっとサマーソードロップ決まってカバーに来ます。カウント2、まだ足りないってとこでしょうね。ネックイカードロップ、マイクジョージカバーに行きます。どうだ、3カウント決まってしまった。井上マイクジョージを前に敗れてしまいました。ショーダーネックブリカードロップでしたね。はい、ちょっと1試合だけやるか。東証アニマル浜口、うん、順次 .com はバトラーズですので関節主体です。おっと、ニークラッシャー、グランドヘッドロック。あ、脇固めですね。ドブキック、ハーフボストンです。再びハーフボストン、あの N ボーです。ブレーバス、補足ブレーバスター。さあこれ場外へすぐ戻ってきます。トマト、もっとタックルに行くが、これは浜口読んでいた。バックドロップ、あ、じゃあブレーバスターか。
込んでアトミックドロップ、バックエルボーです。おっと、反り投げだ。だが STF です。これは下から攻撃してんのかな。脇固め。あ、ドラスクでした。さあ足4の字、いや膝十字ですね。あね、ダンピングネックリカドープ大技炸裂。あと2バックリープ。何をやる？水車落としだ。受けてエルボーです。入れました。そしてまた膝、足、アキレス腱固めですね。サイドバスター、このポストに上がって、あとこれはちょっと動きが大きかった。読まれています。順次 .com ブルドキングヘッドロック、浜口決まりました。フレーンバスター、バックスリーパーです。同時目スリーパー、カバーに行きます。マネーコーム、ネックブリカドープ、よっしゃ立てません。ようやく立ち上がった。おっと、ハーフボストン。さあ、浜口耐えられるか。ここが耐えました。バックリープ。カバーに行きます。アウト2。ドットコム。エルボーでここは防ぐ。おっと、ノーザンライトスープレックス、カウント2、ブルドキングヘッドロックが決まった。そしてエルボーつけてカバーです。念には根を入れます。カウント2、まあまだちょっと早いですね。気合だーが来た。どういう風に決めていくのか。まずはバックリップ。ジュジュドットコムの
垂直落下式ブレーンバスター、さあコーナーポストに上がってダイビング、これは決まりまして、エルボそして十字のところバックドロップ、さらに垂直落下式ブレーンバスター、さあどうする、コーナーポストからダイビングボディアタック、そして水車落とし、だから立ち上がったのは浜口、タフです。中でもタフな選手、2.9 危ない、浜口ヒットバット、ノーザンライトスープレックスホールド、カウント2ドバット、トキウトロック20分を経過しております。そしてバックドロップ、カバーにはいかない、おっとバックチョックスリーパーだ、さあ浜口どうだ、耐えられるか、ここは耐えた、さあこれはリバースへ返す、場外には追いません、十字 .com、 持ってきました、カバーに行きます、カート2、エルボーです、さあグランドヘッドロック決まってしまった、十字ドットコブに浜口敗れました。腕決め首固めってなってますね、複合関節技だったんですね、これ。はい。ということで、今回ここまでとなります。今回大阪府立体育館の大会の IWA 世界タッグ選手権 JR を中心にお届けいたしました。以下、ツアーは21日、和歌山県白浜市。23日からは沖縄シリーズですね。23から25まで行われます。あとそれから3日ですね、
はい、ということで、ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。今回ツイッチで配信を行いました。よろしければツイッチのアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブ YouTube で2日後11時21時にプレミア公開でアップロードいたします。ぜひ、YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This live archive アップロード My YouTube チャンネル Today's After、それから旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントビジット&フォロープリーズ&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ファイアープロレスリングワールド国際プロレスシリーズお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。